健康増進バイブル。この番組は D フラクションのサンメディカ、乳酸菌を科学する株式会社 B&S コーポレーションの提供でお送りします。B&S コーポレーションは乳酸菌の研究を始めて約100年、今私たちは乳酸菌生成エキスをお届けしています。無料サンプルを差し上げます。お申し込みはお電話またはインターネットで。アメリカアリゾナ州、11歳のアディ・レレジックは抗生物質に耐性を持っているブドウ球菌に感染。抗生物質が効かないためアディは満足な治療を受けることができず、猛威を振るう耐性菌が原因で闘病生活中に脳卒中を引き起こしたのです。5ヶ月後に退院した。スポーツ万能で快活だった少女は車椅子に乗り、左半身はほとんど麻痺し、ベッドで寝返りを打つことさえできなくなっていました。抗生物質の発明により、私たちは細菌による多くの病気を克服してきました。しかし今、それを脅かす大きな問題が現れたのです。それは耐性菌。耐性菌とは抗生物質が効かない細菌のこと。耐性菌に感染すると抗生物質による治療が不可能なため、最悪の場合は死亡するケースも。今世界中で大きな問題となっている耐性菌、このようなことが起こった原因は、そして抗生物質の効かない耐性菌への有効な治療法とは。先生、今日もよろしくお願いします。抗生物質って言われると、私たちにとってはこう医者さんが処方してくれる強めの薬なんていうふうに、そんなイメージしかないんですけれども、実際抗生物質っていうのはそもそもどういったものなんですか？生きるのに抵抗する物質って書いてるでしょ、はい、英語ですとね、アンタイバイオティクスっていうんですけれども、アンタイはアンチ、バイオっていうのは生命っていうんでしょ、はい、だから生命に抵抗する物質という意味で、具体的にはバイ菌という生命体に抵抗する物質という意味合いなんですね。抗生物質というのは昔からあったんですか？いえいえ、戦後です。戦前は抗生物質なかったんですね、はいはい、1928年、イギリスのアレクサンダー・フレミングによって世界初の抗生物質ペニシリンが発見されました。医療用として実用化されるまでには長い時間を要しましたが、第二次世界大戦中には多くの負傷兵や戦傷者を感染症から救ったのです。その後、数々の抗生物質が開発され医療現場に提供されてきました。ペニシリンの発見は抗菌剤開発の礎を築いたものであり、20世紀における偉大な発見の一つと言われています。細菌ですとかバイ菌とかウイルスとか、いろんな言葉で、まあ、菌の表現することがあるかと思うんですけども、何かこう違いみたいなのってあるんですか？バイ菌は結核菌とかね、はい、赤痢菌とか顕微鏡で見ると、なんか一個の細胞で増殖するものっていうイメージありますよね、はい、ウイルス、ビールス、英語でビールスと言いますけれども、はい、これは遺伝子そのものなんです。遺伝子そのもの、はい、要するに遺伝子っていうのは、まあ、本当に生命の一番基本的な単位なんで、だからそれ自体ではね、生きられないんですよ。だから、はい、あのウイルスっていうものは、結局簡単に言うとバイ菌という大きな生命体、ウイルスから見たら大きいですよね、うん、そこに入り込んで、いわばそういった一個の細胞をハイジャックすることで生き延びるんです。うーん、だから結局ウイルスってやつは、例えば風邪のウイルスもそうですけれども、うん、やっぱりそれだけでは生き延びられないから、とにかくどん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 細胞に入り込んで、うん、ハイジャックして、はい、自分のものにする、そして破壊して、そうするとまたそのウイルスがはみ出して、また隣の細胞に感染を起こす、うん、だから
どん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 こうハイジャックしていくっていうのがウイルス感染なんです、はい、だから生命の最小単位なんでこれはね抗生物質全然効かないんですよ。効かないんですね。効かないんです。そこがね、はい、かなり一般的には誤解されてて、だからはっきり言って風邪というウイルス感染に対して抗生物質は全く無効です。風邪には抗生物質は効きません。しかし抗生物質を医師から処方されたりそれを希望した経験がある人は多いのではないでしょうか。でも一般的にこう風邪だとお医者さんからこう抗生物質処方されてしまうと思うんですけど、それはとんでもない間違いですね、はあ、はい、はい、いいことはちっともありません。あ、そうなんですか。いろんな研究では、はい、風邪に対して抗生物質を処方する方がもちろん早く治るってこともないし、あるいは重くなって肺炎という合併症をある程度防ぐなんていう、はい、そういう研究論文もないんですね。ですから全く無意味です。じゃあ症状がちょっと収まってるっていうのはあれはどういうことなんですか。自然に治ってるだけです。あ、そうなんですか。素人の方々は、はい、風邪をひいてドクターに例えば抗生物質を処方してもらって飲んだら治った、だから効いたと思われるでしょうけど、はい、そうですね、うん、でもそういう場合は我々簡単な実験するんですよ。すなわち同じような風邪の人にほったらかしてどんなスピードで治るか、はい、抗生物質を飲んでもらってどんなスピードで治るか、うん、比べる、はい、全然差がありません、うん、そうなんですね。自然治癒ってのがあるわけですよ、はいはい、ただインフルエンザに関しては、はい、今特効薬が出てきてますでしょ、うん、そうですね。インフルエンザに関しては今治療薬があります、うん、ですけどごく普通の感冒風邪に関してはゼロなんですよ、はい、そうなんですね、このことはぜひ皆さんにも知っていただきたいから、だから皆さんが風邪をひかれて病院にいらして出される薬で風邪のウイルスをやっつけるようなそういうものは含まれてないということなんですね。そして今抗生物質の乱用によって重大な問題が引き起こされているのです。それは結局日本みたいに風邪でも簡単に医者が抗生物質を出すので、だからだん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 効かなくなっちゃうんですよ、はいはい、薬物耐性っていうんですが抗生物質も同じです、はい、やっぱり耐性ができてる。バイ菌という一個ずつの生命体もやはりしたたかな生命力があるから、だから同じ毒が抗生物質というバイ菌に対する毒が入っていってもやはり慣れちゃうんですよ、はい、あるいは巧みに抗生物質という毒をね排泄しちゃうんです。出しちゃうんです。だって死にたくないですもん。生命体は全て死にたくないんです。そうですね。バイ菌も死にたくないんです、うん、だから抵抗しちゃうんです、うんうん、そういうもんなんですよ。だから必ず長くバイ菌という一個の例えば生命体に同じ化学物質、抗生物質という同じ化学物質を使っていると効かなくなるんです、うん、だんだん効かなくなるんです。だから今全世界的にですね、はい、抗生物質の乱用のために抗生物質が効かないいわゆる耐性菌が蔓延しているということです、うん、次々と現れる抗生物質の効かない細菌。細菌は速いスピードで遺伝子を変化させることができます。つまり進化のスピードが速いのです。抗生物質を使えば必ずその抗生物質が効かないように遺伝子を変化させて生き延びようとするのです。感染症の患者さん見てる場合に、うん、すなわち抗生物質の効かないウイルス感染なのか、はい、バイ菌感染なのか分かりにくいというのがあります、うん、ですからやはり、うん、抗生物質ウイルスなら効かないけどもバイ菌感染も併発してる可能性もあるから、うん、まあ、大事に大事を取って抗生物質を一応飲んでもらおうかっていう、うん、そういう医者の心理もあります、うん、それからやはり不十分な知識のもとに本人親たちが抗生物質をとにかく望んでるということもあります、うんうん、まあ、いろんな事情はもちろんあることは理解してるけれども、はい、ただ間違いなく日本は世界一抗生物質を乱用してると思いますよ。実は世界で最も耐性菌が多い国は日本です。日本での抗生物質の使用量はオランダの約5倍。オランダでは抗生物質の使用は肺炎などの感染病の処方のみに制限されています。子どもの肺炎の原因で一番多い細菌は肺炎球菌ですが、
日本ではこの肺炎球菌の 60% 以上が耐性菌なのです。しかしオランダでは肺炎球菌に対する耐性菌の割合は 3% 程度。抗生物質の使用を制限している国はやはり耐性菌が少ないのです。それから生態学的にもっと大きく考えると、例えば私たちが口にしている家畜の肉、それを作るときに動物たちにですね、はい、抗生物質をじゃんじゃん与えてるということもあるんですよね。それはもちろん家畜たちの感染を防ぐという大義名分はあるんだけれども、やはり肉を通して私たちは抗生物質を微量に取ってる可能性がありますよね。そうですね。そうすると必要のない、それは抗生物質だから、うんうん、そうすると私たちの体内に実はばい菌たくさん持ってるでしょ、うんそうですね、腸内細菌、はい、まあ、これはいろいろ前にもね、うん、お話しましたけどもね。ですからそういった腸内細菌の腸内細菌層っていうんですか、うん、そのパターンをですね崩してしまう、うん、ということもあります。抗生物質が腸内細菌を殺してしまい、腸のバランスが崩れてしまう恐れが。抗生物質っていうのは体の中のこう悪いばい菌だけを殺してくれるものなんですか？もちろんそうじゃないですよね、はい、ただ物理的にばい菌殺すだけですから、うん、善玉菌と言われてる例えば腸内細菌も悪玉ももう一緒くたに殲滅せしめるぐらいに効いちゃう、はい、すごい切れ味の鋭い抗生物質をね何日も何日も1週間も飲むとね、うん、腸内細菌も相当やられますから、お世話免疫下げるし体調を崩すし、うん、 そういうこともすごい気分の、ね、持たざるを得ない事情になってるんですよね、うん、腸は人間の免疫の約 80% を作っていると言われる大切な器官。腸内細菌のバランスが崩れることで体の免疫力が低下する可能性もあるのです。日常生活で私たちがこう生活している中でも耐性菌ってやっぱ感染してしまうことっていっぱいあるんですか？ありません。あ、少なくても、はい、私たち人間が元気であったら、うん、だって元気な人って感染ほとんど起きません。起きてもすぐ治ります、はいはい、ただ問題は、はい、体調の崩れてる、体力が落ちてる人なんです、うん、だいたい病院に入院してる人、特に長く入院してる人、うん、まあ、がんにしろですね、いろんな他の病気にしてもですね、どうですか、うん、運動も不足してるし、だいたい寝てるし、体力をしてるでしょ、はい、うん、そういう人がもしですよ、耐性菌による感染が起きたら最悪死に至ります。たくさん抗生物質あるが一種類はなんとか効くとか、そういう結果が出るとね、うんうん、まあ、それに変えることで患者さんの感染症が良くなるっていうこともあるんですけどね、うんうん、でも場合によってはね全く効かないと、普通僕らが使ってる抗生物質効きそうなものがゼロっていうふうな、はい、そうなると高い確率で、はい、特に体が弱っている方においては死に至りますね、うん、あ、そうなんですね、怖いですね、怖いですね、うん、今世界中の医療機関で大きな問題となっているのが耐性菌の院内感染。入院している患者さんの多くは体力や免疫力が低下しています。そうした状況では耐性菌に感染する可能性が高くなるのです。これは大問題です。これはアメリカでも相当あるし日本でもあります、ね、世界中の病院で起こっています。どうですか、うん、病気で入院してるのに、うん、ちょっと良くなってきたなと思ってたら他の患者さんから耐性菌を、ね、うん、移されて、うん、死に至るなんて言ったらどうですか、納得できます？納得できないですね。できませんよね、うん、でもそういう悲劇がね結構世界的には起きてるんです。だからとにかくやはり体力を落とさないように元気であるっていうことが、まあそうですよね、耐性菌による感染を防ぐためには非常に大事なことだということを本当に私病院勤務の時にね、うん、教訓として教わりましたね、はい、うん、でも先生耐性菌にもしかかってしまった場合というのはなんか対処法っていうのはもちろんありますよ。あ、あるんですか、はいはい、抗生物質さえ効かない耐性菌、その耐性菌に対抗する最新の治療法とは。先進医療・補完医療についてのご相談・お問い合わせはがん先進補完医療研究会事務局まで。 B&S コーポレーションは乳酸菌の研究を始めて約100年、今私たちは乳酸菌生成エキスをお届けしています。
無料サンプルを差し上げます。お申し込みはお電話またはインターネットで。人は誰でも健康であり続けたいもの。ここニューヨークで発信し30カ国以上で愛用されている D フラクション、確かなものをあなたに伝えたい。詳しくは株式会社サンメディカまで。健康増進バイブル。この番組は D フラクションのサンメディカ、乳酸菌を科学する B&S コーポレーションの提供でお送りしました。